本日も動画をご覧いただいてありがとうございます。暮らしやすく週の週です。今日は先日のルームツアーで映ったキッチン収納がとても汚いということに動画を見て改めて気づかされたので、そこを片付けていこうと思います。ということで、こんなにたくさんのものがキッチンの中から出てきました。でキッチンの中身を全部出すまではこんなにたくさんいらないものがあると思わなくて、むしろあんまり出てこないかなぐらいに思ってたんですけど、自分でも出してみてびっくりです。以前の食器を手放しますっていう動画でも出てきたこちらの食器なんですが、ジモティーに募集を出してたんですけど、引き取り手が現れないということで、ちょっと処分していきたいと思います。この娘の食器なんですけど、増えてきちゃって、でこれあんまり使用したがらないので、こちらもお外用のおもちゃとして使用していこうと思います。食洗機に入れたところ、形が変形してしまって深みが全然なくなっちゃって、すごく使いにくいザルになっちゃったので、代わりにちょっとこちらの蒸し器でザルとして代用できればいいなと思って、こちらを使用していくので、ザルは処分して、でもしダメだったらまたザルは探したいと思います。でこちらの空き瓶なんですが、何かに役に立つかなと思って取っといたんですけど、使う用途が見当たらないので処分していこうと思います。でこちらのサプリもったいないんですけど、 B12 は大腸がんになるリスクがあるかもしれないということで、病気になるリスクを抱えながら使用するというのはちょっと違うかなと思ったので、ついでにマグネシウムも処分していこうと思います。未使用でもったいないんですが譲りたいと思います。この間落とした時に蓋が取れちゃったので、新しいものを探してこようと思います。雑巾にしようと思ってフェイスタオルをシンクの下にしまっといたんですけど、これはすぐ使いやすいサイズにしてしまおうと思います。夫の汗拭きタオルを取っといてあったんですけど、やっぱり料理の時とかテンションが上がらないので、私好みの好きな布巾をちょっと無印良品でこの後買いに行ってこようと思います。今日はいらないものをすべて出して仕分けをするということで一日が終わってしまいました。なのでまた明日、いると決めたものを収納に戻したいと思うので、そちらを投稿したいと思います。よかったらご覧いただけると嬉しいです。今日は最後まで視聴していただいてありがとうございました。また違う動画も作りたいと思いますので、ぜひそちらでお会いできたらなと思います。それでは失礼いたします。もしこのチャンネルに興味を持っていただけたり、面白かったらチャンネル登録や高評価をしていただけると励みになりますので、よろしくお願いいたします。このチャンネルではミニマリストを目指している私の暮らしの知恵や節約、DIY、ミニマリストに関連することを投稿していきたいと思っています。あと自分では実践できるかわからないけれど試してみてほしいことや気になっていることがあればコメントいただけると嬉しいです。